このチャンネルは、ロコネコの魅力を発信し、里親さんの取材をしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、ビッグボディのチャトラ兄弟突然の雷にパニックになるということでですね、この子がチャトラのしずくくんって言いますよ。もう体はすごく大きいんですけれどもね、この子はビビリさんなんですよね。撫でさしてはくれるんですけれどもね。あ、ケージの中に帰りたいんかな。このケージがですね、このしずくくんとあられちゃんっていうチャトラさんのね、あの女の子いてるんですけれども、お部屋になっておるんですね。あ、でも撫でさせてはくれてますね。撫でられんのは嫌いではないかなっていう気はしておるんですけれども。あ、帰ろうとしてる。え、こっから帰る？え、帰れんの？こっから。え、ちょっと難しくないこれ。あ、入ろうとする。あー、閉まるねえ、いけんのこれ。あ、ちょっと無理かな。うん、考え中。しずくくん考え中いうことでね、ハンモックにあられちゃんがいたんですよね。まだあられちゃんの方がね、人懐っこいというかな、まだ慣れてるかなっていう気はしておるんですけれどもね。なんかすごいお目目がクリクリとまん丸になってますよね。ん、帰る？あ、やっぱ帰る？え、こっから帰れる？器用に入るね。すごいやんか、しずくくん。結構ここから変えてるようなんですけれどもね、多分下から降りてね、入った方が良かった気もするんですけれども、あられちゃんは結構謎させてくれておりますよね。おもちゃはどうかな。結構あられちゃんはね、遊んでる動画とかもあったので、遊んでくれるかなとも思うんですけれども、まだハンモックでゆっくりしたいかな。あら、肉球が見えておりますよ。あかんか。やっぱね、後ろ足は結構猫ちゃん苦手やったりしますからね。さあ、下からこちょこちょしておるんですけれども、ん、どうかな。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。さあ、おもちゃで誘っておるんですけれども、どうかな。遊ばない。遊ばないかな。こんな興味ない。まあ、しずくくんはまあ遊ばないかなと思うんですけれども、シャム猫ミックスのチェリーちゃんが来ましたね。あ、中入っちゃった。え、何するんかな。あ、ご飯が余ってるんだね。ご飯食べに来たな。え、これシャトラ兄弟のね、ご飯なんですけれどもね、食べておりますけれども。あ、あられちゃんが降りた。お、出てきてくれるかな。どう、おもちゃどう。あ、降りてきてくれましたね。あ、でもおもちゃで遊びたいわけではないんかな。どうなんでしょうかね。なぜさしてはくれておりますけれども、あ、ちょっと探検がしたいかなチェリーちゃんまだ中で食べておりますね特に怒ったりとかね、しないのはいいなと思うんですけれども。あ、リラックスしてくれたね。あ、撫でてほしいんかな。撫でられるのはやっぱ好きなんでしょうね、あられちゃんは。お腹もふもふしても全然怒んないよ。こういうね、ムチムチボディのこの撫で心地最高ですよ。え、かわいいやんか。こういう大きな子っていいですよね。で、チャトラの女の子っていうのは結構珍しいんですよね、実は。で、ほとんどチャトラっていうのはね、男の子なんですよ。さあ、おもちゃで遊ぶかな。あ、興味は持ってくれてる気はするんですけれどもね、猫パンチはしないか。ヒゲはね、前に張り出してるので興味あるかなと思うんですけれども、あ、やっぱ猫パンチしましたね。あれ、もう終わり。あ、遊んでくれましたね。かわいいやんか。走り回ったりはしなさそうなんですけれどもね。またね、あられちゃんもね、完全には環境慣れてないかなと思うんでね、慣れたらひょっとして走ってくれるかなという気もするんですけれども、どうかな。うん、あ、気持ちいい。あ、いい顔してるやんか。あ、これはかわいいよ。あ、ちょっと遊んでくれたね。でですね、隣を見るとチェリーちゃんはね、トイレをしておりましたよ。なんかカキカキしておるんですけれども、食べたら出すって基本なんですけれども、人んちでやってるっていうのはなかなか面白いなと思うんですけれどもね。あ、あられちゃんもちょっとやる気になってきたかな。あ、そうでもない。あ、猫兄さんに興味があるのかな、これは。ふんふんに寄ってくれてますもんね。あ、どこ行っちゃう。さあ、しずくくんは、
あら、外を警戒してんのかな。まだ慣れてないからな。お尻タンタンタンやってるんですけれどもね、結構尻尾ピンってなってますよね。お、遊び始めたぞ。いいじゃない。あれもう終わり？遊び方が違うんかな、ひょっとしたら。どうなんでしょうかね。あ、水も飲んでる。フルコースやな、チェリーちゃん。もう悪びれることもなく可愛いな、本当に。あれ、反応なくなった。もうまったりしたいかな。さあ、ここでですね、新入りさんですよ、てんちゃんって言うんですけれども、この日はまだね、デビュー前だったんですけれども、今はもうデビューしたようなんですけれどもね、7ヶ月の女の子ということでね。あら、あられちゃんが遊んでるよ、ね、立ち上がって楽しそうに遊んでくれたやんか。いいやんか、こういう遊び方でいいんやで。もっともっと慣れてほしいね。かわいいやん。んちゃい、ちゃいちゃい、いいね。撫でてみましたけれども、遊びたかったかな。首を上下に振って。さあ、しずくくんはどう？動かない。お目目まん丸になってますけれどもね。しずくくん体大きいのにな、すごいビビリさんなんですよね。でもすごい穏やかでしょ。ほんとかわいいな。ちなみにですね、お店のご希望としましては、しずくくんとあられちゃん仲良し兄弟ということでね、同じところに譲渡希望ということになっておりますよ。まあとてもね、穏やかでいい子たちですのでね、2匹一緒だとしてもそこまで大変ではないかなと思うんですよね、1匹だったとしても。ですのでね、この子たちのことを考えるとね、2匹同時がいいと思いますよ。あ、黒猫のマームちゃんが近づいてきたんですけれども、で実はマームちゃん中に入るんですよね。なんかここ狙われてんのかな、このケージね。するとここでね、あ、雷、かなり大きな雷が鳴ったということでね、あられちゃんが今パニックになってるんですよね。ケージの中に入ろうとしておるんですけれども、マームちゃんがいてるよ。どうするんだ。あ、でも隙間に入ってたね。ね、すごい警戒してるでしょう。やっぱ雷は怖いですよね。最後はパニックになりましたけれども、2人ともすごくいい子たちですよね。皆様いかがだったでしょうか。あられちゃんもしずくくんもとっても可愛いですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。